はいどうも、じゅんじゅんです。今日も動画見ていただきありがとうございます。ということで今日は、最近モニター界隈でちょっとずつ OLED っていうのが熱くなってる件について話していこうと思います。今後もこういったゲーミングデバイスのことについて動画を上げていきますので、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はね、かなりフラッグシップ級のモニターを紹介していくんですけども、まあ将来的にこういったモニターがね、流行り出すっていう目線で、知識だけぜひ収穫していってください。ということで今日は LG のモニターと、この DAF っていうめちゃめちゃ海外製のモニターなんですけど、この2つをね、まあ、紹介していこうかなと思います。まず簡単にね、スペックだけ共通するスペックを話していくと、27インチ QHD っていうね、2560×1440 の解像度のモニターになってます。で、なおかつ 240Hz 対応した応答時間がなんと 0.03ms と。こっちのモニターももちろん 0.03ms のモニターになっております。めちゃめちゃ早いですね。この OLED に変えると何が起きるのかっていうと、まず応答時間がえげつないぐらい早くなります。そして色味とか明暗さっていうのもすごい綺麗に出ます。まあ、よりこう発色が良くなって、FPS で言うと敵を視認しやすくなるとか、敵の輪郭っていうのがよりちょっとぼやけにくくくっきり見えるようになるっていうのが、まあ、OLED の強みになります。まあ、その分価格はね、まあ、1000ドルぐらいと。だいたい13、4万円なので、もう死ぬほど跳ね上がるんですけども、もう性能的にはめちゃめちゃほんとトップクラスのモニターがですね、最近登場しました。で、今回 LG のモニター、OLED って話したんですけど、世界初の 240Hz OLED を対応したモニターになるので、もう最近出てきた最高性能クラスのモニターになっております。で、OLED と今までの液晶ディスプレイ何が違うのかっていうと、結構ざっくり説明させてもらうんですけど、今までのモニターっていうのが常に後ろから光をね、どでかい光をバーって当て続けて、で、表示したい色をね、選んでこう表示させてたみたいなイメージなんですよね。で、OLED の方はですね、常に光を当て続けるんじゃなくて、めちゃめちゃちっちゃい粒状の光がいっぱいこんな感じでついてて、欲しい色のとこだけ光を当てるみたいな。まあそういう感じのね、表示の仕方になってまして、その分ですね、今まではずっと光を当て続けてると若干しらっちゃけてしまっていた部分も欲しい部分だけ調節できるので、こんな感じでこう色味がくっきり出て、なおかつ若干こう物体の輪郭なんかも少しだけくっきり見えるようになったりもします。まあそれがね、 OLED の強みになってまして、応答速度も速いし、色味だったりこの画面の綺麗さっていうのもめちゃめちゃはっきり映し出せるっていうモニターがですね、最近 240Hz も搭載して出てきちゃったわけなんですよね。で、このモニターが出たことによってですね、今までって色味を求める人に関しては若干応答速度が少しだけ落ちてしまったりとか、逆に増位のモニターなんかはちょっと色味は微妙なんだけども、速度がめっちゃ速いっていうモニターだったりとか、まあなんかこうステータス的にどっちかに割り振らなきゃいけなかったんですが、それがですね、このモニターが出てくることによって全部を解決するわけなんですよ。速いし綺麗っていう。まあそれが再現できるのがこういったモニターになっております。まあ最初にも言った通り、今後ね、3年後、4年後ぐらいにもしかしたら徐々に安くなって普及しているんじゃないかなと思いますので、今後流行るという知識だけ覚えていっていただければと思います。見た目とかざっと紹介すると、ほんとね、OLED って、まあよくテレビで聞くと思うんですけど、このゲーミングモニターもちょっとテレビっぽい見た目になってます。こういうね、ディスプレイがめちゃめちゃ細いタイプになってて、で、後ろに結構端子とか、あとこう電源類の基板とかが詰まっててめちゃめちゃ分厚くなってるみたいな。で、まあ若干お気持ち程度の RGB があると。で、一応色味調節のリモコンなんかもついてくるので、これはかなり便利ですよね。で、基本的にね、他のスペックに関しては普通です。HDR10 とか、あと反射しにくいモニター使ってますよ、みたいなことが書いてあります。てな感じでですね、LG から最近世界初ね、240Hz の OLED が出たというところでですね、ぜひスペックをとにかくいいものを求めたい、もう有利なモニターを使いたいんだって人はですね、ぜひチェックしてみてください。サイズ的に今んとこ27インチのモニターなんですけども、これが 24.5 に搭載されるかはまあわからないんですが、ほんとちょっとずつこのスペックのものが出始めるんじゃないかなと思います。まだ ASUS とか、
その他の企業はね、基本的にこのスペックのモニター出てないので、本当にこいつが世界初です。ぜひスペック重視の方チェックしてみてください。次、こっちのダフっていう方のモニターも紹介していきます。こっちは同時期に発表されまして、さらっと紹介していければいいなと思うんですが、かなりこう新参メーカーというか、クラウドファンディングとかでお金を集めてるような、まあ、会社になるんですけども、その分ね、価格とかが結構安めです。予約注文の方の場合$650、だいたい8万円ちょっとで買えますので、まあ5万ぐらいさっきのモニターよりも安く買えちゃうんですよね。まあ、数量限定にはなるんですが、かなりお買い得となっております。ただしめちゃめちゃ一癖ありまして、だいたい来年の7月ぐらいに出荷が始まるそうなんで、買うとしても届くのは来年半ばと、あんまり多分興味は湧かないと思うんですけども、すごいざっくり説明していこうと思います。基本的な特徴に関しては、さっきの LG のモニターとほぼほぼ全くもってと言っていいほど同じ内容になってます。27インチ QHD240Hz OLED 対応なので、応答時間もね 0.03ms になっております。この辺のスペックはね全く一緒です。ただ一個大きく違うのが、光沢のあるグロッシー仕様になってます。一般的なゲーミングモニターはマットなね、こっちの光をなかなか反射しにくいモニターになってるんですけど、グロッシーにすることによって、よりこう、まあなんとなく見たらわかると思うんですけど、ちょっとこうより色をきれいに出すことができる、映すことができるというのをですね売りにしてるそうです。ただ太陽光に結構左右される場合が多くて、カーテン閉めとかないと光を反射しまくってちょっとね見にくくなったりします。この辺のね仕様に関しては、一昔前のモニターがねこういう仕様が多かったんですけども、それがね今回採用されてます。これは色味のためだそうです。で、一応ね LG のモニター、名前は伏せてあるんだけど、 LG のモニターとの比較の場所がありました。基本的な性能は全くもって同じで、ディスプレイのね仕様が若干違うよっていうのと、であとは HDR がね、こっちは400、こっちは10に対応とかね、ポート数、 USB ハブの数がだいぶ違うよっていうのはあるんですけども、まあ大体の仕様は一緒というところでですね、ぜひなるべく安く買いたい方はDAFをチェックしてみてください。なんでこんなに安く買えるのかっていうと、一応こう広告宣伝費みたいなのを今んとこ払ってない分になるので、その分予約販売の場合は安く売れるよっていう話になってるそうなので、ちょっと海外から輸入するのは怖いんですけど、かなりね値段に関しては魅力的かなと思います。で、このモニターちょっとね他のモニターと違うのが、モニタースタンドとケーブルが別売りです。Apple の iPhone とかも同じなんですけど、環境に配慮するためにケーブルをなくしてスタンドをなくしたっていう話になってるらしいので、このモニターね欲しいって人は別でモニターアームなり HDMI ケーブルなり必要になってくるかなと思います。まあ本当価格を抑えたい人は海外からの輸入になりますが、ぜひチェックしてみてください。さあ、ということで今回はですね、フラッグシップ級の超最新製のモニター2つをね紹介させていただきました。まあ今までね速さを取るか色味を取るかみたいになってたんですが、それをね OLED に変えることでどっちも解決できるっていうのはかなり大きいんじゃないかなと思います。まあ、ただまだ今んとこね値段価格的にはめちゃめちゃ高いので、なかなか普及はしないと思うんですけども、今後ねこの OLED が一般的に普及してくれたら、まあFPS ゲーマーは大歓喜なんじゃないかなと思います。ということで今日の動画が参考になったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。